ハゲ。皆様こんばんは。ジャグライジンドのうさみにやってまいりました。ゴールデンウィーク真っ只中、お客様結構いらっしゃいます。平日なんだけどね。明日も収録日平日なんですけど、抽選の枠が200人で、さっき10時ぐらいに申し込んだら150人すでに申し込んでました。狙い台しっかり選んでいきたいんですが、まあ、ちょっと抽選勝負のところはあるかなと現段階で予想しております。今回はちょっとガールズが5台入ってるんで、ここ行っておきたいかなっていう。この間ちょうどバナナの時期に、この辺ちょっといい感じではあって、やっぱ回数はついてるんですけど、回されてんだよねしっかりね。なんか信頼の時期なんで112、125、悩ましい。その中で選ぶんだったら、今日、昨日、2日前とあんまり回ってない台か、今日7000回ってでしょ、3000、5000、9000、9000、8000、すごい回ってる。こっちもそんなに他の台に比べたらなんで、あ、こっちか、こっち543か544、まあ、一番はここかな、543、真ん中の台取れたらいいなとは思います。ガールズ人気なんで、明日も狙ってくる人多そうだから、ここが取れなかった時の候補も決めておくために一回店内をざっと見ましょう。多分今日はね、00倍ないと思うんだよな。アイブにもしかしたらあるかもしれないけど、とりあえず今のところはないね。あ、1台だけありました。ようやく。角。あれだけじゃない、もしかして。あ、もう1台あった。3台あるわ。なるほど。3択、こう3択外すと痛いんだよね。でいつもどれかには入るだろうって言って、まあ、なんだかんだその予想は当たっているんだけど外れてんすよね。いや、角どうですか。555番台こっちにする、なんか縁起良さそうだから555とかやってこないよな。だって5月5日がもう少しで来るから取っておきそうな気がするね。でも角座りたい、居心地がいいのは絶対角だから。でもそんなんで台選びしちゃダメだよ。こっちにしようかな、569番台。まあここ何日か凹んでいるであろう。ガールズが取れなかったらアイムで実戦をしようかなと思います。前乗りできたままで偉人伝参戦なのに荷物が多くてですね。あー、ガールズはあれ真ん中だけ空いてる、もしかして。あんなわけないわ。じゃあここ、あ、ちょうど00台の多分アイムが埋まってますね。で多分1台だけあった
昨日下見で見落としてたんですけど、1台だけおそらくあったマイジャグの00台も埋まってます。だからあれだけ空いてたんだね。じゃあ皆様おはようございます。5月の偉人伝始めていきたいと思います。がっくんはしたような気がします。朝一入場が実際の入場は30番でしたけれども、残念ながらガールズは取れず5台きれいに埋まっておりました。ガールズがダメだった場合の第2候補ですね。この列のアイムには00台がもう1台あって2個隣なんですけど、2個隣の早い20ゲームチェリーからピックレギュラー投資1000円です。そう、2個隣の00台は待ってて、で、まあ、もう1台後ろの列に00台が1台、555番台っていうね、しかも角台っていうベストポジションである00台、どっちも先に埋まってました。この台だけが生き残っていた、そんな感じでございます。埋まり的にはマイジャグが早いかなという印象、まあ、いつも通りですね。前回の偉人伝が散々な結果だったんで、今回はねそうはならないように、長いことをやっているとああいう日が、まあ、年に何回かあるわけですよ。だから仕方ないと言ってしまえば簡単なんですけれども、やってる側としてもね、あの展開は結構しんどいものがある。122ゲーム、ゲラー追加投資2000円で総投資3000円。早いですね。先メーカー36、うん、あうおあれレギュラー40ゲーム。これはビッグいいですね。出だしは好調ですよ。長瀬さん55分の1、それをねあと何時間、100分の1ぐらいをね1日キープしてもらいたい。うーっと204ゲーム、助かり。もう今まで何度もさ、こう午前中のいい挙動を見て、もしかしたら今日こそは偉業を達成できるかもしれないみたいな期待をしたら裏切られてを繰り返してきたからさ、早い段階で喜んだり安心したり期待したりしてはいけないと分かってはいるけど、やっぱこの時間帯にこの合算ビッグもレギュラーも両方引けてて100分の1も切ってるってなると、やっぱちょっとね安心してしまうんだよね。人間はね忘れる生き物なので、学ばないなと思って。でモチベーションは確実に上がるよね。いやー、なんともうすぐ飲まれそうです。ね、ぶどうはあんまり落ちない。あ、ギリギリ残り20枚、追加投資せずに済みました。278ゲーム、動画ね、あんまり落ちなくてですね、8個ちょっと超えたぐらいなんだけど、ざっくり計算1/7、通りで飲まれるスピードが速いわけですよ。
ジャグラーガールズさんが早くも1台空き台になりました。打ちたい。でも314分の1、ゆっくり帰るぐらいかい。今あの台に移動したらただの趣味打ちになっちゃう。私の狙い台は今ビッグ3回レギュラー4回で124分の1、悪くないですね。結局飲まれるんかい。もう1台2個隣の00台は今5の4、ボーナス9回引いて90分の1。助かる助かる助かる。当たり20ゲームピック。今日はチェリーレギュラーが多いですね。監督2回、チェリーがよく働いてくれております。あら89、こっちが先か。123ゲーム、キラン。1000ゲーム回しては310分の1なら、まあまあまあいいペースではありますね。この調子で1万ゲーム回せば100回でしょ。どっちか50回超えるんじゃん、このペースでいけば。再び出玉が枯れそうでございます。よし、追加投資1本。さっきと全く同じ流れ、相変わらずブドウが落ちませんね。1386ゲームでブドウ201個、 6.8。 当たったー。93ビッグボーラー。よしよし、70、あ、バイチだ。79ゲーム、ビッグ3連してそれでちょっと出玉の余裕ができました。またしばらく追加投資はしなくて良さそう。今日は1万円以内に収められるんじゃないですか。毎回毎回さ、投資1万円で収めるって言いつつ、なんだかんだ2万3万って使いがちだけど、今日こそは。27、86ゲーム、レギュラー。これで5連チャン、もうちょい伸びてくんないかな。ビッグじゃなくていいから。よし67、レギュラーでいい、レギュラーで、レギュラーでいい。ああまあ
おお、71ゲーム。レグレグラーでエーやで。7連目。いやまた3回、3回ボーナス引けばとりあえず10連。なんでさっきからねレギュラーでいいレギュラーでいいって言ってるかっていうと、エンチャン中ビッグに偏りすぎてこう玉枝が極端に伸びるとねエンチャン止まる気がするんですよ。いじんででも3枚数調整だ3枚数調整だ言うてるけど、へこむ時だけじゃなくてね3枚数の調整が起きるの、手玉が伸びるタイミングでもある程度調整されてるような、ね、気がするだけですよ、個人的な感想です。これは私はその連チャン数を伸ばしたいのであって、今大量に出玉を求めているわけではないので、1回1回の枚数多くなくていいから、とにかく回数が欲しい、だからレギュラーでいいよって言ってるんだけど、7連中5回今のところビッグですね。まあそれでも伸びてくれれば全然問題はないんですけど、ダメか、止まっちゃいましたわ。7連で終了。ああいや、まあ出玉増えたからいっか。262ゲームセリーレギュラー、ほいほいほいはい、139ゲーム、テレグテレグ、トゲペカ136ゲーム、レギュラー、久しぶりのタンバゲですね。レちゃん16ゲーム、あー今レインボーだった、こっちしか見てなかった、ジャグラーランプがレインボーになってました。たまりましたね。18ゲーム、はい、45ゲーム、45ゲーム、これは全部飲まれますわな。まもなく400ゲームなんですよ。あーじっくりコトコト飲まれました、長い時間をかけて。ではこの台は一体どこまでハマるんでしょうか。当たったー、700ゲームぴったり。さあどっちですか、ビッグですか、レギュラーですよね。そんな予感はしていたんだ。いや閉店コースかなとか思ってたんだけど、ちょっとページでページで帰る流れになりそうな。あーブドウじゃない、レギュラーだー、1万円使い切りました、かわいそう私が。これは絶対そう、ああレギュラーは引けたけどビッグが引けないし、そもそもボーナス自体も重たいし、こんな163分の1でも実は6でしたっていうパターンも
泣きにしもあらずだけど。さあまた期待させやがってよ。そう、ジャグラーガールズなんですけど、真ん中が一応私の狙い台。データ見るとまだマイナスにはなってない、プラマイゼロ、まあ、ちょっと浮いてるところでやめたのかな。アイムは、まあ、隣、私の隣の台が今は137分の1、ブドウが良いと言っておりました。で、角の00が今135、ジャグがね、結構ね、良さそうなんよね。126が2台並んでます。117、116、ここも2台並んでます。124、104、ここも2台並んでます。ありがとうございます。207枚、帰ろ帰ろ。実戦終了、お疲れ様でした。17時前です、すいません。前回に引き続き早上がりです。いや、え、一緒最初、あれ前回もなんか最初だけみたいな感じだったよね。あ、ただ今回は前回と何が違うって、同じ台を、まあ、この時間まで打ち切ったっていう感じですね。はい、ただ4月はいろいろと点々として打ち散らかしたって言ったらだけど、まあ、移動に移動を重ねて何もできなかったみたいな感じだったんですけど、今回はちょっとワンチャンありそうな雰囲気、はい、午前中醸し出してたのに、まあまあ午後裏切られるっていういつも通りの展開いつもの偉人で笑い事じゃないのよ本当に。でもあの555番台でなおかつ角台っていうあのベスポジに甘えていれば甘えていればね、だったのかもしれないですね。どうしよう平然まで打つつもりできたんだけど今日なんでもうエンディング撮ってるだろうっていう、はい、気持ちを切り替えてね、はい、6月次収録日ありますので、お時間合う方ぜひ、はい、以前で応援しに来ていただければなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回こそは毎回言ってますけれども、そろそろ何か一つ偉業を達成できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。あ、次こそ偉人になるぞ、忘れてました。お疲れ様でした。